1203年のコンスタンティノープル包囲戦は、第4回十字軍とベネツィア海軍が、ビザンツ帝国首都コンスタンティノープルを包囲し、皇帝アレクシオス3世ヤンゲロスを退位させた戦い。十字軍の支援の下、イサキオス2世ヤンゲロスとアレクシオス4世ヤンゲロスが、即位したが、半年後に、反十字軍勢力が再び政権を握り、再度のコンスタンティノープル包囲戦と、 ビザンツ帝国の一時滅亡につながった。十字軍は力ずくでコンスタンティノープルを落とすため、まずボスポラス海峡を渡る必要があった。約200隻の輸送船やガレー船に乗って十字軍兵士が狭い海峡を渡ってくるのに対して、守るアレクシウス三世ヤンゲロスはガラタ地区の北にビザンツ軍を並べて敵を阻止しようとした。 しかし十字軍騎士が船から飛び降りて一直線に騎馬突撃をかけてきたので、ビザンツ軍は南へ敗走した。十字軍もこれを追い、ガラタの塔を包囲した。これは金閣湾を封鎖している防車の一端をつないでいる場所だった。この塔にはイングランド人、デンマーク人、イタリア人の傭兵が守備隊として入っていた。彼ら守備隊は何度も包囲軍へ突撃したが、 その度に多大な犠牲者を出し失敗した。最後の守備隊の突撃の際には十字軍の反抗にあって島へ退却できなくなり、ほとんどが切り殺されるか逃げようとしてボスポラス海峡に沈んだ。今や金閣湾の防差は解かれ、十字軍側のベネツヤ海軍がコンスタンティノープルの北海岸に肉迫できるようになった。7月11日、十字軍は コンスタンティノープル北西のブラケルナへ宮殿を前に、陣取った。十字軍が押すアレクシウス4世アンゲロスは、コンスタンティノープルの城壁の前でパレードを行ったが、市民の反応は冷淡だった。彼らにとってアレクシオス4世はあくまでも聖王人の、区物だった。十字軍から見れば、アレクシオス3世こそ三奪者であり、正当性がない皇帝だったが、 ビザンツ市民にとってはそこまで問題ではなかった。本格的な包囲戦が始まったのは7月17日で、十字軍は陸上の城壁を攻め、ベネツィア海軍は金閣湾から市の北側に並ぶ海の城壁を攻めた。海側ではベネツィア軍は25棟の塔を占拠したが、陸側ではバリアーグ守備隊が十字軍を押し返し続けた。その後、バリアーグ兵は ベネツヤ軍の総統に向かったが、ベネツヤ軍は町に火を放って撤退した。この火は3日間で440エーカーを焼き尽くし、2万人の住民が家を失った。ここで、アレクシオス3世は後世に展示ようとして、約8500人を率いて、セイロマヌスの門から出撃した。この数は迎え撃つ十字軍約3500人を大幅に上回っていたにもかかわらず、 アレクシオス三世は戦意を喪失し、一戦もせず、城壁内に戻った。1203年7月18日の十字軍の攻撃の後、アレクシオス三世はコンスタンティノープルを捨ててトラキアへ逃亡した。翌朝になって、コンスタンティノープル市民が囚われていた盲目の先帝イサキオス二世イアンゲロスを解放して福井させて、いるのを見た十字軍は大いに驚いた。 8月1日、十字軍はイサキオス2世に息子アレクシオス4世を共同皇帝とすることを認めさせ、包囲を説いた。1203年8月1日に即位したアレクシオス4世は混乱するコンスタンティノープルを建て直そうとした。しかしその月の末には、反十字軍派のギリシア人ボートと親十字軍派のラテン人ボートが衝突し、11月まで暴動が続いた。 その頃には、住民の大部分は、反アレクシオス四世の態度を取るようになっていた。1204年1月25日、イサキオス二世が死去したのをきっかけとして、住民はアレクシオス四世を廃位しニコラオスカナボスを擁立した。アレクシオス四世は十字軍に助けを求めたが、その死者とされた側近、アレクシオス・ドゥーカスが裏切ってアレクシオス四世を投獄し、 2月5日に自ら皇帝となった。彼は十字軍にビザンツ帝国領から撤退するよう求めたが、十字軍は以前アレクシオス4世と結んだ協定を破棄することを拒んだ。2月8日にアレクシオス5世がアレクシオス4世の処刑を命じたのをきに、十字軍はアレクシオス5世に宣戦布告した。3月、十字軍とベネツィアはビザンツ帝国を滅ぼした後を見据えた。 領土分割協定をまとめた。2月8日、アレクシオス5世がアレクシオス4世の処刑を命じたので、十字軍はアレクシオス5世に宣戦復告した。3月、十字軍とベネツィア軍は、コンスタンティノープルを完全に征服することに決し、ビザンツ帝国を滅ぼした後の領土分割案を取りまとめた。同月末より彼らは2度目のコンスタンティノープル包囲に入り、 対するアレクシオスゴセイも防衛体制の強化と市外での文献体の運用に取り組んだ。ありがとうございます。